また、兄一家が遊びに来たる、やだー。ぶっちゃ、ケメイはすごく可愛いのよ。人見知りながら、恥ずかしそうに、ねねたん、ピカチュウして。ってモノマネを要求してくる姿とか、めちゃめちゃ可愛くて、ついついいろいろ貢いじゃったりもするんだけど、問題はおいだよおい。何年も不妊で苦しんだ末に生まれた子で、兄も兄嫁も、とにかく猫可愛がりで育てたもんだから、大暴君も大暴君。そりゃ、小さかった頃は、わがまま坊主なりに可愛かったりもしたけど、わがまま放題で気に食わないことが起こると、ものは、投げ人は殴るような10歳児、なんてお断りだよ。ババア呼びする割には、なぜか、私のことを好きなようなんだけど、メイが、私にべったりするのが気に障るらしく、私に思いっきり噛みついてくるのほんと勘弁してよ。兄も兄嫁ももちろん叱るけど、やっぱり甘いし、おいは、もう両親を舐め切ってるから言うことなんて聞きゃしない。ああ、来たるなあ。真剣に嫌で、もうごめんだっていう前提で。もういいんじゃないかな？わがまま放題で気に食わないことが起こると、ものは、投げ人は殴るような10歳児。今まで我慢したえてきたんでしょ？もう、本音だけで親戚関連なんか生きてみたら。親のしつけがないから、その猿の子って、どんどんモンスターになるよね。明らかなのは、メイと交流なら、おいも、セット出しメイと交流を望むなら、この先もおいに我慢ってこと。特に、身内とか親戚関連でこれを言うと、そんなことできないってしか言わない人がそれなりにいるけど、害毒と疎遠になりたきゃきっぱりと切らなきゃいけない場合もある。絶賛モンスター化のおいだけ交流をやめたいという願い通りの解決策がなければ、この先も我慢か？親戚付き合いを切るか？どっちしかないと思う。連投、ごめんなさい。あなたの家族構成は不明ですが、このひどいコロナ拡大の状況で、複数の小さな子供たちを連れて訪問なの？それを理由に断るという手もあると思う。両親が事故で他界してしまったので、私が実家を継いでるんだけど、仏壇がうちにあるから、手を合わせに、たまに一家で来るんだ。遊びに来るって書いちゃったけど、命日に、手を合わせに来るってのが、一応、今回のメインの用事。だからかに来るな。ってのもこういった事情で言い難いというか言えないというか。兄が転勤族だから、仏壇をそっちが管理して。も難しいし。でも、老いの相手をするのが、もうしんどいってのは間違いないから、ちょっと、兄に話をしてみるよ。実家を継いでるなら、家主の言うこと聞けない子はできんだね。兄嫁さんと一緒に、お留守番会へが出待機だ。毎年のことなら、今年は来ないで、でいいじゃん。コロナっていう最強の理由があるんだからさ。自宅で手を合わせてくれたらいいから、って。もう、あなたの家は、兄の実家ではないってことを、あなたも兄も切り替えるべきでは？親の位牌がある実家ではないよ。気持ちの切り替えに関してだけど、もし、あなたの身に何かあったら、普通に嫁に行くとかでも、仏壇と位牌をどうするか、も話し合っていいんじゃない？今はあなたが管理できるけど、できなくなったら、兄と兄嫁はどうする気なのか。もし、転勤族でも兄が位牌を持つことになったら、どこに住んでいても、あなたの訪問を許してくれるかな？まだ細かいことは分かってない、みたい、なんだけど、来年のどこかのタイミングで、兄が転勤になるらしくて、そうなると、今までのように気軽に来れなくなるもんだから、その前に顔を出しとこうっていうことなのよ。それと、仏壇やら位牌については、すでに話し合った結果、私が管理することになったんだ。仕事も、地元で、ついてるし今現在は、特に、結婚の予定もないけど、もし結婚することになったとしても変わらず、私が管理する予定だよ。兄が転勤族だからってのもあるけど、正直言うと、あの、大坊君のいる家に、仏壇やらを置くのは怖い。おいは、で、金とはっきり申し渡していい。そこが実家なのは兄だけなんだから。兄とメイだけで来るか、
お湯を預けて夫婦で来るかはあちらに任せる。他人に拒絶されるこという現実をもう無視できない年齢に来ているでしょう。どうしても一家揃ってしたいなら、墓参りに行けでいいじゃん。そうだね。もう10歳だもんね。兄たちも、もう少し、老いの現状に目を向けなきゃならない時期なんだろうね。で、金について兄に話してみる。